勝決定トーナメント B 組であります。クリス・マルコフ、アントニオ猪木選手、早くもリング上に登場しております。この放送をお送りしております三菱電機より、両選手レフリーのユスフ・トルコに花束が贈られました。さて、外人側クリス・マルコフの表情、控え室での表情はどうだったでしょう。竹内アナウンサーにお願いします。私があの外人の控え室にいたとき、やはり日本側と同じようにですね、誰もいないでチーンとした感じだったんです。ブラジル選手とそれからマルコフ選手、2人が対照的でした。ブラジル選手は座りました。ちょうど物を考えるように、ちょうど考える銅像のようにですね、動かずにいたんですが、片方のこの今登場しましたマルコス選手は行ったり来たり行ったり来たりしまして、何か落ち着かない表情で、私が入ってきましたら途端にじっと睨みまして、お前誰だというような、だいぶ緊張している様子が伺えました。とにかくいつもの外人のあの明るい表情はないんですね、2人ともね。マルコス選手なんか本当に行ったり来たりで、体に油を塗ったりですね、本当に落ち着かないといった表情でした。はい、ありがとうございました。このクリス・マルコフ、早くもアントニオ猪木選手に引っかかりました。30分一本勝負、優勝決定トーナメントであります。早くも額から血がにじんだか、いや額がちょっと赤くなってまいりました。アントニオ猪木選手、先生が言っていましたね、はい、ボディスラム、クリス・マルコフ8点6点5を上げております。ダークホース的な存在と見られましたクリス・マルコフ、アントニオ猪木と優勝決定戦であります。まあ、A 組がジャイアント馬場、ボボブラジル、引き分け、馬場選手にとっては誠に残念ですが引き分けている。この選手が、この今リング上の両者が勝敗を決定するとなると、もう11回ワールドリーグの優勝は決定ということになりますね。そうです、もうこの今行われている試合の勝者がまあ優勝者ということに自動的に決まるわけですね、はい、その意味でもマルコフ、慎重に自分の持ち前のラストファイト、最初から先制攻撃でアントニオ猪木選手を圧倒しようというところでありましょう。ラストファイターながら冷静に戦局を見つめている冷たい眼差しであります。記者席の机にアントニオ猪木を打ち据えておいてリング上に戻りました、クリス・マルコフ。あのね、今度のリーグ戦でですね、はい、捉えまして猪木選手のね、一つ思い切ったね、話があるんですよね。それはちょうどリーグ戦の前にね、扁桃腺切ったんですね、はい、あとあの扁桃腺がいつもそのリーグ戦仲間にですね、いつも大熱が出ちゃってですね、でもそのいい時にその悪いその体調がもう本当にいい体調じゃなくてですね、それ一番心配してですね、今度あのリーグ戦前にもう切っちゃいましたよね。それであの初めのうちはそのボーラジルにやられてちょっと調子悪かったんですけど、今もう最高のそのどんどんこの上り調子ですからね、あれ来たのがいいんじゃないですかね。シリーズ中にも目方が増えたと言っておりますアントニオ猪木選手、クリス・マルコフ、しかし切れ味の鋭いフライングスタンスを狙いました。さらにインドロップであります、ロープ最上段、これはアントニオ猪木選手うまく避けました。右膝を痛めたクリス・マルコフ、その右膝へ靴を浴びせます。アントニオ猪木、膝への集中攻撃、アントニオ猪木、今年は本当にはっきりと優勝を意識し、優勝を目指して一戦一戦戦ってまいりましたアントニオ猪木選手であります。ともかく目前の敵はこのクリス・マルコフであります。あのね、今年のそのこういう混沌になったのはですね、はい、まあ坂口選手に帰ってたんでね、それでまあ割合いい成績上げましたね。それから大木選手、また吉村選手がもう
最後の土壇場で優勝するんじゃないかっていうところまで行ったんですよね。これまあいろんな日本製のもう本当の奮闘でこういう結果になったんですね。初めはもうその何ですかもう国技館でですねもう両方ともそのもうダメがぐらいのところまでもう話に上ったんですけどね、はい、後でその日本人の若手、まあ吉村選手がまた朗報な一勝してですねそのもう大金星のようなやつを挙げましたね、はい、5月13日静岡大会18分19秒高さを抑え込みでブラジル選手を破っております吉村選手、あれはもう大金星ですね、はい、あれがなかったらもう決定しちゃったんですね、はい、だから今度はそのとにかくその大木選手もですね怪我をしなかったらまだいっぱいでありましたからまだ分からなかったですね。とにかく日本組がもうザーッとすぐなんか揃ったような感じになりましたね、まあ、大木選手は非常に好調だったんですが富山で左足を捻挫いたしまして岐阜大会でのブラジル戦不戦敗となっております。これが大きく響きまして優勝戦線から脱落しております。まあしかし今年のリーグ戦ほど誰が勝つかわからない予測がつきがたかったリーグ戦もないですね。それが今日に集約されている。そういうことですね。4人が同率ですからね。おっと大きく蹴り返したアントニオ猪木、クリスマルコフ天井を見ました。まあ、逆に揉めに揉めるということは、はい、ファンの側から見れば非常に面白いシリーズのある試合展開だったと、ね、いうことですね。ロースに飛ばしましたショルダーする肩車、まあ、マルコフを飛ばした。もっと体当たりロースに飛ばしておいてのはいかようにも料理できますアントニオ猪木選手ですがうまく避けました。しかし腰を打ったかアントニオ猪木、なんか出したようですね。恐怖ですね。フランスの中に何かを隠しました。そういう通りですから、はい、長期攻撃から、まあ、流血、血を見なければ収まらないというこのクリス・マルコフ選手であります。ガッファイターを相手にしておりますアントニオ猪木。これで勝負がついたらもう勝った方が自動的に、はい、もう第11回で優勝者ですからね。そうですね。ベストコンディションで今日の試合に臨んでおりますアントニオ猪木、クリス・マルコスの髪の毛を掴みました。カウント11-12、またもマルコスが場外戦へとアントニオ猪木を誘います。新聞記者席の手に頭を打ち付けられましたアントニオ猪木、さらに猛烈なトーキックであります。カメラマン振り込みます。椅子を持ち上げたクリス・マルコス、頭を据えておいて脳天ですね。共に入りましたね。ずしんとくるほど大きな音がいたしました。クリス・マルコス椅子で一撃。猪木の目はしかし輝いております。アントニオ猪木ロープを貼ってあります。金具に頭を打ち付けられました。アントニオ猪木もう一度6メートル四方のリング上エプロンを走らされましたアントニオ猪木。このマルコフはもう今シリーズはもう徹底的にもうこんな試合で通しましたね。ね、だからだいぶラインのからフライングドロップキック場外へ飛び出しましたクリス・マルコフ。スターリングラード生まれの29歳、お父さんもポール・マルコスと言いましてヨーロッパでのチャンピオンプロレスラーであります。親子2代にわたるプロレスラー、1960年パリでデビューしておりますクリス・マルコス。
スにつけるアントニオ猪木。一方1m90、120kg、インターナショナルタッグチャンピオンアントニオ猪木。このワールドリング戦にはアントニオスペシャル何時間もスタート登場しております。さて、トプラ選手が体勢に入りました。観客席が沸きます。東京都体育館、しかし反則のパンチであります。思わず飲んでくるアントニオ猪木。ファイブダンスの中から何かを持ち出しました。頭をつきます。猪木倒れた。11回ワールドリング戦優勝をかけた一戦、 A 組のブラジルジャイアント馬場戦は引き分けに終わっておりまして、この両者もし勝敗がつけば勝った選手が11回ワールドリング戦優勝者となるわけであります。場外へ転落アントニオ猪木。髪の毛をつかんだ、またも本部席の机、今度は向こう側本部席の机に打ち当てました。クリス・マルコフ。昨年ワールドリング戦に来日したアンジェロ・コッソとのコンビで、何しよう無双コンビ AWA の世界タッグチャンピオンクラッシャー・ブルーザルミを破ってチャンピオンの座に就いたこともあります。誠にラフファイター猛烈なレスリングをいたしますクリス・マルコフであります。アントニオ猪木の額が大きく割れました。トーク攻撃に行きました。クリス・マルコフ、またも気を見ました。優勝決定戦であります。ほら、手抜く、タイプアントニオ猪木の戦績が地獄となって飛び散っております。リング上、第11回ワールドリーグ優勝決定戦、あったこのタッチが両手真っ赤にいたしました。クリス・マルコフ体を割られ、その体から戦績が再び落ちます。アントニオ猪木、またも場外へ落とされました。場外へ倒れ込んだアントニオ猪木選手に対して容赦なく踏みつけますクリス・マルコフ。ほら、カメラマン目の表情顔面真っ赤、新聞記者席の机に打ち当てます。容赦ないクリス・マルコフ、場内へ戻りまして、早くも勝利のジェスチャーであります。ラッキーステラスですね、はい、もうちょっと我慢ですからね。顔面本当にも真っ赤でありますアントニオ猪木。そこへ噛みついてますね、マルコスはね。ここでだいぶ頑張らないと。ほら、カメラマン後は上でも猪木頑張れの声が聞こえてまいります。東京都体育館、赤いマスクをかぶったようでありますアントニオ猪木、ほとんど目は見えないものと思われます。髪の毛を掴んで容赦なく、この傷のあたりに猛烈なパンチを浴びせます。クリス・マルコフ、割った額に馬乗りになりますマルコフ。カウント2でアントニオ猪木はこのマルコフを跳ねのけております。あのボディスラムも独特ですね、はい、非常にね、あのアングルが高いですね、はい、合理的なボディスラムですね、はい、もうあのままの体勢で
パイルドライバーでもできますね、はいはい、まあ、力がある人でなければできない悪い人です。カウント2で中野アントニオ猪木クリスマルコフを跳ねのけました。腕回り52センチ、胸囲1メートル50センチ、非常に素晴らしい体をしておりますクリスマルコフ。カウント2でアントニオ猪木またもマルコフを跳ねのけました。頑張れ頑張れ。パンチで飛びましたクリス・マルコス。飛び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 も猛烈なパンチでありますが、目が定かではありません。アントニオ猪木選手、ようやく目標を捉えているような感じであります。あれだけ気が出ますと目はほとんども見えませんね。まず見えないですね。おそらくおぼろ見ながらですね、形を掴んでそれで攻撃を加えてるんですよね。ほら大蛇大蛇大蛇、ほら15分が経過しました。またも何かを出しましたクリス・マルコス。容赦なくアントニオ猪木の顔面に突きを見せます。しかし猪木も立ち上がるか。コーナーマットに顔面を打ち付けます。優勝決定トーナメント A 組のジャイアンツが引き分けております。この B 組のクリス・マルコス、アントニオ猪木、勝敗が決まるようなことがありますと、勝った者がもちろん最後の1回ワールドリーグ優勝と決定するわけであります。それだけに絶対に負けられないアントニオ猪木、踏み投げです。踏み投げから顔面を踏みつける。顔面を踏みつけます。わっしょわっしょ、大変な応援であります。東京都体育館、負けないよな、ロープに飛ばす、フライング2スタンプ、悪いプレスの体勢ですが、まあこれちょっと早すぎますね。そうですね、まあ、まともなフォールではちょっと難しいでしょう、はい、またも膝を飛ばしておいて、おっと、万字固め、アントニオスペシャル、万字固め、アントニオスペシャル、万字固め、決まるか、決まるか、優勝決定か、クリス・マルコフ、リバップか、万字固めの体勢に入りました、アントニオ猪木、リバップだ、リバップ、リバップだ、優勝決定、優勝決定、アントニオ猪木、優勝決定、初優勝決まる、アントニオ猪木、顔面を真っ赤に飛ばした、そして坂口選手も飛び込んでおります。肩車万字固めによりまして、鮮やかなアントニオ猪木選手、クリス・マルコスをリバップに捉えました。クリス・マルコス参った、アントニオスペシャル万字固め鮮やかに決めました。ジャイアント馬場選手もリング上に登場。アントニオ猪木優勝決定であります。初優勝、今のあの最後のですね、はい、万字固めのフィニッシュに入る前に2度ほど見せました。フライングにスタンプが効いてましたね、はい、あれがなければ万字固めに入れなかった、はい、ああいうその前のですね、技が非常にものを言ってるんで、いきなり入ろうとしても無理ですね、あれでかなりあの溝落ちのあたりをですね、うまく決めて、完全にマルコフをフラフラにしといてからやったからうまく決まったわけですね。カメラマンほら下がるよ。昭和18年生まれの26歳アントニオ猪木選手、第11回ワールドリーグに優勝を勝ちました。カメラマン頭見に来たんじゃねえんだ。いやーやっぱりね、猪木選手からね、この試合前のですね、この伝統戦ですね、あれを続き立つのがもう一番もう立派だったんですね、思い切ってやってですね、まあ、あの訓練というのがやっぱり栄冠を勝ち得たんじゃないですか。
まあ、本当にリーグ戦の初めから振り返ってみてもですね、猪木選手がこれほど優勝に意欲を燃やしたというのは勝ってないことですね。トロフィーが贈られます。三菱電機株式会社小倉広報部長より優勝トロフィーの贈呈でございます。この放送をお送りしております三菱電機の小倉広報部長より三菱電機賞が贈られました。握手を求めますファンが詰めかけておりまして、収集がつきませんが、誠に猪木選手にとっては嬉しい混乱でありましょう。本当によく戦いました、アントニオ猪木選手。大勢のファンが文字通り猪木選手を囲みまして、おみこしを担いでいるような感じになっております。私どもの放送席の机も揺れ動いておりまして、機械が壊れなければその方が心配になります。ようやく猪木選手が控え室への道をたどりまして、なんとか騒ぎが収拾されると思います。本当に猪木選手の優勝おめでとうという感じの東京都体育館であります。それでは今日はこの辺でお別れいたします。